夜の駅から君を乗せて走る北へ。ドリームキャストアワー北へ。ホワイトイルミネーション。雪が降っている様子を、雪の結晶がひらひらとキラキラと舞っている様子を、それは恋する人間にしか聞こえない天使の羽ばたき。信じる人にだけ天使は舞い降ります。信じる人にだけ恋は舞い降ります。北へ、ホワイトイルミネーション。ドリームキャストにて3月18日発売。信じる人にだけ。改めまして、こんばんは、大谷ゆかです。こんばんは、柴咲愛子です。さえちゃんと、うん、この間初めて旅行だったじゃない、はい、初めての遠出。そうです、遠出。その時にね、新たにしたさえちゃんの印象。なんだ。面白いものを見せていただきましたよ。あれ私は、あれ、あれ、あの、くしゃみ。くしゃみ、人によってくしゃみってすっごい面白いじゃない。あ、でも皆さん、今度さえちゃん
のくしゃみを聞く機会があった。あるかどうか分かりませんけど、いやこれはね聞き応えあるというかね、すごいよ。なんかね、あの力入ってたものがふにゃーんって抜けちゃうよね。そうなんかね、朝から3発ぐらい聞きましたけどね。そうですね、もう朝っぱらからしてました。てっきりーなんか何それ鼻出ちゃったもん私本当にね、みんなに笑われるんですよ、ね、授業中とかだったら怒られる。あの、ね、授業中はまだいいんですけど。まだいいの？そう、試験中ね、あーとしてる時にすると、うん、もうドッバーンって大爆笑とか、あと稽古中、あ、うん、あのお芝居してて、あの出番がなくて、うん、脇でこう見てる時にってするとみんなもうなんか芝居やめて笑っちゃう。ないんじゃないじゃん。キュンって。なんかね、試験中だったらきっと暗号かと思っちゃうぐらい。面白い。もうね、もうちょっと爆笑させてもらいました。そうですか。一緒、うん、に旅行できた甲斐があったって感じです。いや、ありがとうございます。いや、私はね、郁恵さん面白いと思ったので、うん、あの飛行機で、うん、あのね、結構いくつかあったんですけど、いくつもあったんですよ。飛行機の中でしかもあの1時間半の間で。1時間10分ぐらいじゃなかった？あ、そうだっけ？ 1 時間半だったっけ？うん、多分それくらい。ぐらいか。うん、で、あの最初飛行機がこう飛んで、うん、それであの、今日のあの機長は何々さ、あ、何々チーフパーサーは何々ですって言って、うん、だから郁恵さんがクシャッていきなり笑い出したから、どうしたのとか言ってた。今ねチーフパーサーって言ったのね、ピンクパーサーって聞こえたのとか言ってだって今日の機長はなんとかなんとか、あ、機長じゃないです、キャプテンって言ったの。今日のキャプテンはなんとか、ピンクパーサーはなんとかって、誰かがピンクの今日着て出てくるのかと思ったらおかしくなっちゃった。でもね、その時にさえちゃんだってパンサーって聞こえたでしょ。聞こえた。でね、帰りの飛行機でもね、耳をこうやってもうギューってこうなんかこうやって聞いてたの。で、やっぱりピンクパンサーって聞こえる。あ、聞こえるんだ。今度皆さんね、飛行機に乗る機会があったら、ほんと聞いてみてね。ピンクパンサーって聞こえるんだから。あ、おかしい。いや、おかしかったよ。うん、ピンクパンサーが操縦してたりとか、ね、お給仕してる姿を思い浮かべたらなんか可愛いな。あ、可愛いな、うん。それはそれでいいかな。言葉通じないのは怖いけど。やだ。やだ。本当におかしいね。ねえ、うん。またどっか行きたいですね。ね、またどっか行こうよ。うん、で、美味しいもん食べに行こう。食べに、そうね。ね、何も食べない。私、いくら丼しか食べれなかった。あ、ねえ。残念だったね、うん。私はね、ラーメンを一緒にさえちゃんと食べようと思って、うん、あの、決心してたから、さ、う、え、ん、ちゃん帰っちゃったから、ラーメン食べなかった。うん、あー、嬉しい。じゃあ今度一緒に食べましょうね、うん、でもね、うん、お寿司とウニ丼食べたの。何？ごめんなんだとごめん、ね、ラーメンは我慢したから許して。あー、わかった。しょうがない、許してやる。ありがとうございます。それではそろそろこのコーナー行ってみましょう。はい、前略、お元気ですか。大好きなあなたへ送ります。白い便箋に愛と懐かしさと感謝の気持ちを込めて、白いラブレター。まずは大田区のみゆきさんからいただきました。あなたと最後に会ったのは5年前小4の時だった。すごい親しいってわけじゃなかったけど、ピアノに関してはライバルだったよね。あなたは一度北海道へ行ってオーストラリアに行ってしまった。一度だけ手紙をくれたけど、私は忙しくて返事が書けなかった。もしもう一度会えるなら、あの時手紙に書けなかったことを言いたいな。ナナちゃんへ、ミイコより、というはたきです。推進があるんですけど、はい、ラブレターじゃなくてすいませんが、うん、今は彼女の住んでいる場所も知らないので、うん、この思いが通じればいいなって思いますっていうふうにいただいてます。なんかでもお友達に関するね、うん、こういうのあるよね。そうですね、うん、
ある手紙ってね、うん、タイミングだったりするじゃないしますよね。抱きそびれちゃったりとかね、うん、もう二度とたりとかしちゃうの。そのタイミングずらしちゃって逃しちゃうと、逃しちゃうとね、今更何って言われて、うん、今更何ってもらった方は思わないんだけど、うんうん、なんかねやっぱりね思っちゃうんだよね、うん、私もある。今年のね年賀状のね、うん、お返しというかね、あの何人かこう、うん、あの後の方から来て返してない人がいるのね、うん、で今更寒中見舞いでもないし、あの、ね、ご機嫌いかがですかってわけでもないし、初中見舞いには早すぎるし、どうしようって感じでもう逃してるの本当にね。みゆかちゃんと同じ思いを私もさでもね、あのまなちゃんにこの思いが通じるといいですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いていきたいと思います、はい、千葉県のペンネームタラちゃんずさんからいただきました。大好きな君へ。君を初めて見たのは小学校5年生の頃。卒業までの2年間いつも喧嘩してて、先生に夫婦みたいとか友達からも茶化されたり、君は迷惑だったのかもしれない。でも俺は嬉しかった。結局思いを伝えられずに卒業してしまった。4年後高1になった俺は久しぶりに君を見た。前よりずっと可愛くってずっと大人っぽくなってた。声をかけようか迷ったけど、全然成長してない自分が急に恥ずかしくなって何も言えなかった。4年前みたいに胸がドキドキした。今度は俺が君を目を引くくらいいい男になってやる。心も体もだから待っててくれ。かっこいい。かっこいい。待っててくれ。やるー、ね、そうか、でもやっぱりあるね、学校時代の頃にさ、うん、久しぶりに、まあ、その時にこう憧れだったり、うん、そういういい関係だったりとかして、うん、久しぶりに会うとどっちかがさかっこよくなってて、でもさ逆から見て、その彼女から見たら、ね、かっこいいかもしれないし、それはそれで分かんないよ、うんうん、声かければよかったのにねえ、気もするけど、そうだよね、うん、だってね、うん、名前忘れてるぐらい幅じゃないわ。入ってないわけだもんね。うん、そう。だからね。いいよ。あんた誰って言われるよ。これ嫌だね。嫌だよね。うん、この間私ね、駅のホームから私は階段に降りていくところで、うん、友達がちょうど登ってくるところで、うん、昔の友達って顔なんとなくわかるじゃん、うん。だけど名前が出てこなくてさ、で、お互いに、って言って立ち止まって、あー元気って話をしたばっかりなの、うん、ついこの間で向こうが名前を思い出してくれて、うん、はい、いくちゃんだよねって言ってくれて、私言った名前が違ってたんだけど、あ違うわよ私とかって言って、でも結局お互い覚えてたから、うん、元気って言ったんだけど、うん、どっちかがあれって思ったらね、うん、うん、だから一応もう間違ってもいいから、そうね、そうね、うん、うん、はいって言ってみればいいかも。ちょっとそういう軽い気持ちでは声かけちょっと言えないんじゃないかな、うん、かなりドキ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 ってしてるからね、ね、うん、まあかけるタイミングも難しいですけど ね、うん、ねでもぜひぜひ、はい、いい男になっ なって、うん、声をかけてみてください。はい、はい、ありがとうございました、はい、期待ではあなたのラブレターを読んでいきます。どんどん送ってください。宛先は郵便番号 160-8000 に文化放送期待ホワイトイルミネーション白いラブレターの係です。採用された方には番組オリジナルのクリオネちゃんマグネットステッカーをお送りいたします。ババンババンバンバーイ。ハドソン、こんばんは、江戸のりおです。期待発売記念ネットコマーシャル in 北海道、温泉美人を探せって誰もいないじゃん。はい、もう終わりですよ。ちょっと待ってください。あの人に聞くの。はいはい、掃除始めますから。すいません、この中で誰が温泉美人だと思いますか。ああ、孫がようやっておりますわ、こういうの。もう何時間もテレビの前に座って、私が時代劇見たいって言ってもね。この子なんてどうですか。女の子やっぱり髪が長いのはいいかな、うん、ということは今週の温泉美人は佐京早香ちゃんに決定。いや、お嬢ちゃんの方が美人かな。私ですか。そんなうまいですね。本当に。ホワイトイルミネーションはドリームキャストにて3月18日発売です。というわけで今週の温泉美人はこの私でした。
それでは北の国から愛を込めて、江沢のりおと梅木敏郎でした。さてお待たせしました。はい、北へ誕生祭の模様をお伝えします。まずはこのコーナーから。あなたが何気なく言い放ったその言葉の裏に隠された血も凍るような本音、そいつはキツネだな。なんでっすか。はい、ってな感じ。嬉しい、はい、生で聞けて。はい、早速、はい、皆さんから、書いていただいたの中から、はい、じゃあ今日はさえちゃんから行ってみますか。はい、いきます。はい、はい、ペンネームやっぽいさんからいただきました。はい、北へ誕生祭に旅立つ当日の話。始発の電車に友人と乗り込んだ。飛行機の出発時間に間に合わないかもしれないことが判明。電車の乗り換えは思いっきりダッシュし、空港に到着したのは出発10分前。なんとかチェックインを済ましたが、今度は友人が金属探知機に反応し足止め。他にもいろいろあったけど、なんとか搭乗することができました。ほっと肩をなで下ろし、どうにか間に合ったねという僕の言葉に彼が返したことは、余裕で間に合ったねでした。なんでっと。ということは、そのお二人はこの会場に、ね、いらっしゃるんですね、きっと。どの辺ね、こんなことを思ってるらしいです。はい、友情を壊さない程度に、はい、してくださいね。はい、はい、ありがとうございました。続いていきたいと思います。お名前の方が読み方間違ってたらごめんなさい。はい、大津清秀さん、ランナーさんと書いてあります。この北へ誕生祭に本当は友人と二人で参加するはずでしたが、友人が申し込み直前、ごめん来年にしような。なんでっそー。来年じゃダメだよ。ダメだよ。来年あるか分かんないんだから。そうそうそう、春はないから夏。夏はもうかな。やりたいね、やりたいね。ゼニックさんいらっしゃいますか。来年も、はい、よろしくお願いします。じゃあ私の方からいいですか。はい、会場にいる方で川野さんからです。ラジオを聞こうと思ってちゃんと時間も調べたのに、その時間に思いっきり眠っていた。そんな自分になんでそう。ああそうですね、朝早いから。昨日皆さん早かったんですよね。そうですよね。うわ、うん、今も眠いのかもしれないですね。だって今日なんか3時に起きた人がいるっていう。3時に起きたって。そうなんですよ、ね、でも私も3時半3時半私4時。4時半痛いね。痛い。なんか早くですね。いやだって間に合いますよ。間に合います。で、相変わらず広橋さんはこう、はい、機嫌悪く起きたわけですか。いや機嫌よく起きましたよ。北海道っていう感じで。なるほど。というわけでね、なんですと、はい、生で出て非常に私感激しております。ありがとうございました。で最近また違うコーナーで、はい、大谷さんが気に入っているコーナーというものがあるらしいですね。あもうね、これはね、本当に趣味で始めたというか。そうです、好きなんですよ。それで、ね、その名もこのタイトルなんだ。そうなんです、はい、それでもあの作家の方が、僕も好きだからって言って、さえ、ちゃんも好きだっていうことで、じゃあ趣味で行こう、ということで次のコーナーが始まったんですよ。はい、じゃあちょっと行ってみますか。やってみますか。次のコーナー、北海道弁バージョンっていう感じで行きました。はい、はい、投げてしまえば一生投げる。それともバクってきたらバクしたっけ。よくわかんない。ラジオドラマやドリームキャストのゲームの世界をもっとリアルに知りたい。北海道の街や自然のことが知りたい。お任せください。今夜も北から直送の魅力の数々をお届けいたしますよ。北海道各駅停車、今夜も呼んでみましょう。北のサンドイッチマン、ハドソンのゴーイーさん、はい、こんばんは。よろしくお願いしま
食べた？ちゃんと。食べた。はい。イクラ丼だけ食べた。引いてる引いてる。大バズりだね、イクラ丼ね。でもなんか3人で並んでイクラ丼を頬張ってる姿はね、はい、なんか妙に可愛かった。あ、そうですか。ありがとうございます。それを見て微笑ましく、あ、北海道に来たんだな、とか思いながら、うん、その後徹夜で仕事してた。はい、お疲れ様でした。ケーキも美味しかったけどね。そうね。お誕生日のね。うん、はい。どうした？はい。で、そのためは何？うん、いや先週ね、うん、あのちゃんとゲームのサバリをご紹介したじゃないですか。はい。約束した通り、はい、今週はちょっと相田恵編の代わりを紹介してみようかななどと、はい、すごいぞ今実写の何どこの駅これ美園の駅に着いた、はい、相田牧場の人が迎えに来てくれるはずだけど点々点という内容が出てます主人公が、とある、はい成り行きで、はい美園の町に行って、はい、その相田牧場の人と会いますと、はい、いうところまではゲームでやっていただいて、はい、ここからは人と会うところですねでるどうしましょうかね。撫でてみようかな。じゃあ撫でましょう。うん。ゴロゴロゴロにゃーって。あ、見つけた。クロちゃん、探したんだよ。ありがとうございます。この猫クロちゃんに言うんです。クロちゃんはめったに人に懐かないのに、可愛がってくれる人はきっとどれもわかるんですね。また行っちゃうんですよ。行っちゃうんですよ。話しかけることはできないんだ。うん、あの時は。これが最初にめぐみちゃんと会う。そうそう。ひょっとしてあの子、僕を探している間牧場の人じゃないかな。そうだべって。そうだべって。だとしたらまた戻ってくるはずだけど。そうだね。あ、来た来た来た。足音が、足音しか聞こえないんだけど。またおじいさんに。いただきたいっていうのは、おじいさんに。私はねお笑い担当みたいなもんだからねなんかそんな気がしてきたわしの名は狭間牧道じゃあ牧道さんそうだあやっと主人公がここで割り込むんだよ、はい、で自分がその間牧場の人を待ってるかを聞くのか、はい、この状況を聞いてるぞまあ普通に行くとここで割り込みますよね、うん、であのお兄さんこの子を人違いしてるみたいなんで失礼なことすいませんでしたあって言ってくれるんだ、うん、分かればいいのじゃ解決しちゃった、うん、助けてくれてありがとうございます君はひょっとして僕を探してたんじゃない僕今日から間牧場でお世話になるえ本当ですかさあああ、よく知ってたんです。私、間牧場の間恵です。これからよろしくお願いします。まあ、こんな感じに出会うんですよ。で、これから間牧場にご厄介になって、うん、あんなことや、こんなことがあるんですが、まあ、ここは ね、もうゲームまで、うん、日も間近なので、はい、もうすぐね、手に取ってじっくりやってほしいなと。はい、楽しみだな。じゃあゲーム発売まで待て、はい、って感じですか、はい、はい。先週に引き続き、うん、活目して待て活目して待て、はいはい、はい。ありがとうございます。北海道かけきてさ来週もお楽しみに。バイハドソン。雪の降る音を聞いたことがありますか。それは
恋する人間にしか聞こえない天使の羽ばたき。信じる人にだけ恋は舞い上がる。さあ、ホワイトイニングメーション。ドリームキャストにて、3月18日発売。バイハドソン。時が止まったことがありますか？それは、恋する心を求める天使のいたずら。天と目が合った瞬間、天と手が触れた瞬間。さあ、ホワイトイニングメーション。ドリームキャストにて、3月18日発売。採用された方には番組オリジナルのクリオネちゃんのマグネットステッカーをお送りいたします。はい、はい、今週もありがとうございました、うん、そうですね、はい、はい、なんかあのほら先週から始まりました、うん、期待じゃんけんの方もちょっと今週はやらなかったんですけど、うんうん、今週のテーマも募集してますので、そうですね、はい、即興で私たちがネタを考えて勝負をいたします、ね、はい、はい、こちらの方もお寄せください。はい、お待ちしております、はい、それでは来週もお会いしましょう。お相手は大谷育恵と千葉紗友子でした。